こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日はですね、とんでもないニュースが入ってきましたので、もう早速そちらの方行きましょう。はい、こんばんは、 YouTuber のかぐわです。今日はですね、なんとすごいニュースが入ってきまして、もう表題から読みますね。マイクロソフト運営ミクサー閉鎖の衝撃。はい、これマイクロソフトが運営している、ゲームのライブ配信プラットフォームなんですよ、ミクサーって。でそれがですね、閉鎖されるというニュースがですね、飛び込んできました。この後ご紹介しますが、一応前触れはあったっぽいんですけども、私の中では本当に唐突だったので、ちょっとで、ね、かなり衝撃だったんですよね。ノートで、ただきさんっていう、ゲームプロデューサーの方が書いているブログで知りました。で、ちょっと表題というか途中読みますね。マイクロソフトが Facebook と提携すると発表。で、自社で運営してきた配信サービスミクサーを閉鎖すると。で、これを突然聞いた人はですね、ミクサーって何ぞやって思うかもしれませんが、私の中ではですね、2019年、去年ですね。去年、フォートナイトのあのトッププレイヤー、忍者さんがですね、独占契約をしたということで話題になった、プラットフォームなんですよ。ですから、その世界中のメディアもこぞって、そのトッププレイヤーの囲い込み合戦だ、忍者がミクサーに行ってツイッチどうなるみたいな、そういう記事をもうたくさん書いて盛り上がった時期があったんですよね。実際、その忍者さんとか、あとシュラウドさんっていう人とか、シップさん、などなど有名配信者さんを、それなりに招聘して、で、盛り上がってたように見えるわけですね。でですよ、よくよく見てみると、今回そのコロナの件があって、特にゲーム実況とか動画配信ってね、トラフィック増えたと言われてるわけですね。で、この田崎さんの記事にも書いてあって、Twitch は2019年が750ミリオンっていうのが、1491ビリオン、なんだろう、これ2倍ってことかな、2倍にほぼ増えてるんですね。で、 YouTube ゲーミングは、やっぱり2倍、それから Facebook ゲーミングも、Facebook ゲーミングすごいな、3倍以上だ、 3.5 倍ぐらい、トラフィック2019年から2019年にかけて増えてますね。ただ残念ながらミクサー増えてないんですよね。これは内部的にも結構テンションだだ下がりになっちゃうでしょうね。で、あれなんですよね、どうやらその忍者さんもミクサーに行ってから、なんかね、あんまりね、投稿というか配信が減ったらしいんですよね。やっぱりなんかね、使いづらかったんですかね、なんですかね。その人気配信者の人がやっぱりツイッチ時代に比べて減ってしまったらしいんですよね。で、そうやって招聘した人以外はなかなかミクサーに来る、ミクサーで配信しようっていう流れができなかったらしく、やっぱり配信者が続々と増えていくっていうトレンドが気づけなかったっぽいんですよね。一方で、Twitch、最近話題になってますバロラントっていう FPS あるじゃないですか。あれを例えば、ベータ版リリースの時に、どうやらその有名配信者のそのツイッチのライブを 見ると、そこでなんとベータ版のキーコードを配るというようなキャンペーンをしてですね、これがものすごい、4月に3400万人に達するという、もうとんでもないムーブメントを起こしたらしいんですよね。だからね、もう完全に勝敗分かれちゃったって感じだったんでしょうね。ですから、なんかそのミクサーについていろいろ調べていくと、
結構その開発者とストリーミングコミュニティとのコミュニケーション不足は開発の優先度を再考することを余儀なくされていますっていう、これはね、WP Tech というブログサイトなんですが、タイトルがすごい、噂とは書いてありますよ。噂、ミクサーチーム、新しいトップは士気を過去最低レベルまで低下させたとのこと。いやー、これはきつい記事だな。これはちょっとぜひ皆さん、読んでいただきたいんですけども、ちょっとまあノートの方にリンク貼っとこうかな。うん、まあまあ、いやー、だからね、あの士気が下がってるところにそのカリスマ性のある、例えばね、アップルの売り上げが下がってきた時にジョブズが復活して盛り上がるとか、ユニクロの売り上げが下がってる時に柳井会長が戻ってきて復活するとか、そういうのとはちょっと違うっぽいんですよね。さて、そのツイッチなんですけども、実はツイッチもかつてストリーミングにまあ負けてるんですよね。どういうことかというと、2010年の前半にユーストリームとかジャスティン TV っていう、まあ YouTube がその動画サイトに対してストリーミング全般のサイトがこう競争になった時期があったんですよ。で、結果としてユーストリームっていう方が世界のシェアを取っていくんですが、で、ジャスティン TV 徐々に、まあ苦戦を強いられていく中で、ゲームに特化したツイッチというのを立ち上げたら、それがもう爆当たりしたんですね。で、その結果、2014年にアマゾンがそれを買収したと。もうこれで決定的な方向付けができたんですね。うん。まあ、アマゾン自身もね、この、ゲームのライブラリーを開発したりとか、いろいろね、投資をしてましたんで、まあ、アマゾンのバックがついて盤石になったわけです。だから、ツイッチは本当、ストリーミングとしては、専業として、ずっとこう歴史があるわけですね。で、YouTube ゲーミングもまあさすがに Twitch には勝てないとはいえ、まあ動画サイトとしてのユーザーがたくさんいるわけですよ。もちろんそれは Facebook ゲーミングもそうなんですよね。Facebook もそもそも SNS としてのユーザーがたくさんいる。で、かつなんかどうやらさっきの田崎さんの記事によると、英語圏じゃないところ、インドとか英語圏じゃないところの特にモバイル、PUBG モバイルとか、なんとかファイヤー、フリーファイヤーかっていうモバイルになんか強いらしく、一定のもう層を掴んでるらしいんですよね。確かに Facebook とか Android って世界シェアは本当に大きいので、やっぱりそこでももともと数字を持っていたと。だからまあ、ミクサーがいくらマイクロソフトとはいえ、Xbox っていうプラットフォームを持ってるとはいえ、まあ、脈々と歴史を築いてきたゲーム配信特化でもうひたすら頑張ってきたツイッチと、で、まあ、かたや YouTube、Facebook というもともとユーザーを持っていたところには、やっぱりね、勝てなかったっていう判断なんでしょうね。いやー、だから、ねえ、個人を、そういう有名配信者を招聘するっていう、ね、ダイナミックな動きは、いかにもマイクロソフトらしい、お金がいっぱいたくさんあるところのやり方らしいんではあるんですけども、でもまあまあ、Xbox の新機種を出す前に、まあ、あえてそういうところに踏み切ったっていうのは、まあまあ、遅かったかもしれませんけど、まあよく判断したなっていう感じですね。ですからまあ、忍者さんとかがそのまま本当に Facebook ゲーミングで配信し続けるのか、などなど契約、形態がまあ気になるところではありますよね。まあミクサー自体の配信者さんとか、あとね、収益化をしてた人も多分いるでしょうから、そういう人たちがどうなるかっていうのも含めて、まあ気になるところではあります。いやー、だからゲーム、ライブ配信プラットフォーム、ちょっと世界的にすごいことになって、もうシャッフルしそうな感じで、なりそうですよね。まあ、だから日本のね、オープンレックとか、ツイキャスとか、まあどうなるんでしょうね。ちょっとこれはまた影響が出てくるかもしれないですね。まあでも、日本だとミクサーあんまりやってる人いないのかな。どうなんだろう。だから日本だとあまり影響ないのかな。
まあまあ、でもね、日本のそのプラットフォームがどれだけ資金が続くかっていうのもあるでしょうしね。でも、あれか、国内だと結構そのゲーム大会とかに絡めて、その地域に根ざした、草の根に根ざしたところで絡んでいくと、意外とニーズはあるのかな。でも、ね、どのぐらいの収益リターンが必要かっていうところにもよりますからね。いやー、ライブ配信プラットフォーム なかなか熾烈な戦いになってきましたね。まあでもね、ゲーム実況のコンテンツの素晴らしさは、まあ、揺るぎないですから、プラットフォームがどこであれ、まあ、僕とか、他のゲーム実況者の皆さんはコンテンツのこう動画作りにね、勤しむだけではあるんですけど、まあでも、ミクサーにかけてたという人はがいたとしたら、いやー、これはね、本当残念と言うしかないですよね。本当ね、プラットフォーム依存の僕らは、プラットフォーマーの手のひらからは出られないんですよね。だからどこにね、乗っかるかって本当大事なんですよね。いやー、これは、身が引き締まる思いで、このニュース見てしまいましたね。ねえ、まあ、YouTube の収益化も含めて、いつも僕らはプラットフォームの手のひらの上にいるわけですけど、まあ、それでも、やっぱりちゃんとね、自分で考えながら、これからも頑張っていかなきゃな、という思いを強くしました。というわけで今日は、マイクロソフトが、ミクサーというゲームプラット配信ホーム、プラットフォームから、を閉鎖するという話でした。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日もみんなで一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。